その松葉の立ち上がりは1回は不安定でした。ノーアウトフルベースといういきなりの大ピンチですが、イデホをサードゴロ併殺打に打ち取ります。1点は入りますが、この併殺打で松葉助かりました。1対0。一方のウルフです。このウルフをショートの今宮ファインプレーで助けます。鉄壁の内野陣、さらにはセカンドの本田、こういうのを見るとなんかホークスの100万ドルの内野を ね内野陣は今日素晴らしいプレーが多かったですね。ホークスを刺しますよね、はい、しかし2回の裏ウルフがピンチを招きます。ランナーを貯めてヘルマンの2点タイムリー、これでバファローズが2対1と逆転に成功です。さらに平野が続くタイムリーです。センター柳田の悪送球がありまして、ランナー2、3塁3対1。糸井の2点タイムリーツーベースが出て、これでなんと5対1とあっという間の大量リードに変わりました。そしてウルフはバッターペーニャの時に肘の痛みを訴えてマウンドを降ります。これはもうちょっと尋常ではない表情ですよね。さて6回になって、松葉勝利投手の権利を5回で得た後の6回、江川を空振りの三振に打ち取ったところでピッチャーを比嘉に変わります。松葉十分に今日は役目を果たしたそういう感じですが、2、3塁で今宮のサードゴールをヘルマンがエラーする間に1点が入って、6対2とホークス4点差。しかし中村がショートフライ、ランナー1、3塁、比嘉を攻めきれません。本田も空振り三振に倒れて、結局この回も1点止まり、6対2です。8回は佐藤達也、7回は真原、8回は佐藤と、森脇監督は勝利の方程式、今宮も空振りの三振、そして最後は平野、去年は月間11セーブを記録した平野、最後の内川をショートゴロに打ち取って試合終了。7対2でオリックスバファローズが福岡ソフトバンクホークスを破って、ホークスを3立て首位に立って 1.5 ゲーム差でいよいよ交流戦ということになりました。今日のゲームです。